はい、ということで本日もやってまいりました古原靖久 TV なんですけれども、今日はこちらにお邪魔してます。じゃーん、スーパー戦隊レストランということなんですけれども、皆さんスーパー戦隊レストランといったらもう夢のような空間なわけですよ。なんなら僕ももともとヒーロー大好きなんで、もうこの場所でね1回の YouTube 撮りたいなと思ってたんですけれども、もちろん今回は一人ではありません。ある人とコラボをしていきたいと思うんですけれども、この方にお越しいただきましょう。ケガレシア役の及川奈緒さん。はい、ケガレシアでおじゃるよ。よろしくお願いします。おじね、ありがとうございます、ね、おじゃる。背伸びた？多分ね、奈緒さん縮んだね。なんやだ本当に。なんかこんなちっちゃかったっけ、うん、なんか大きくなったね。いや、そうかな。21歳からしてるからね、まあ、成長期だからね、まだね。そうなんだ。そうそうそう、まだまだ牛乳で、ね、牛乳で多分どんどん伸びてるから。そうなんだ。まあまあまあ嬉しいですよ、呼んでもらってありがとうございます、ね。いや、もう本当にね、はい、あのさ、はい、今回さ、私からお誘いしたことももあるんだけど、うん、はいはいはい、あの戦隊レストランにまず来たことがあるって言ってたじゃん。そうなのよ。で YouTube 始めたっていうから、これはコラボしなきゃと思って、うん、もうそうだよ。なんならね、奈緒さん、うん、ゲスト2人目ですから。これ、あ、波川さんでしょ。そう、やっぱ一番最初は相棒の波川さんで、うん、そりゃそうだ、いきなり悪役出ちゃダメだもん私。そうですし、うんうん、すごいのが、うん、2、3、4、5、6、7を飛ばして奈緒さんっていうのは、これなかなかすごくない本当、本当だ。そうなのよ。いや、一応今日ブルーのつもりで来てるんだけど。そう、ブルー、いや、そういうことは、俺赤でね、ブルーでね。はい、じゃあ今日はね、絶対被んない色で、まあ、でもね、そのブルーに関しては、うん、ちょっとね、共通点があるなと思うのが、うん、おかんっていうところですよ、ね。あ、はい、そうだ、神話くんも。そう、神話くんは、そう、あの、レンはおかんなんですよ。ゴーンの中のおかんなんですけれども、うん、プライベートのおかんです。あ、そうか、はい、東京のお母さん。なので、奈緒さんに関しては、だって、これ YouTube 始まる前に、うん、これ僕アイロンがけしてもらってますからね。はい、はい、しましたね。まだでもまだまだ甘いな、ま、甘い、結構シワがまだ目立っちゃってるけど。いや全然いいよ、もうこれで、なんならいつもよりも全然綺麗なんで。いやいや、もうジンベなんだね、毎回ね。ジンベなんで。そうなんです。ということでですね、はい、今日は及川奈緒さんをお迎えして、今日は YouTube やっていきたいと思います。よろしくお願いします。スーパー戦隊レストランへレッツゴーオン。オン、バイバイ、行きましょう。行きましょう。サーベルストレートゴーオン。やめてよ。ということで始まりました、古原靖久 TV。 イエーイ、ようこそ。なおさん、お邪魔します。ようこそ。及川奈緒です。及川奈緒さんです。改めてね、ケガレシア役のね、はい、ケガレシアでおじゃる、はい、ケガレシアでおじゃる、ケガレシア役のね、及川奈緒さんなんですけれども、はい、まあ、今回ね、まあ、コラボ、うん、まあ、大体ね、みんなね、やっぱ奈緒さんとの動画って結構もうインスタとかに負けてるんで、はい、いずれかはコラボするとは思ってはいると思うんですけれども、はい、ただただやっぱりね、あの、今までのインスタの、あの短い時間とかでは分からなかった、その及川奈緒さん、うん、てか多分ね、僕だけにしか引き出せない及川奈緒さん、多分いっぱいあると思うんですよ、正直。どうですか、あると、ありますか。あるある。いや、結構もう出してません。いや、出してない、全然出してない。そうですかね。奈緒さんってこれ素に見えると思うんですけど、はい、実はそんなことないですからね。さっきも言ったんですけれども、あの、トンボくらい視野が広いのでいろんなところに気配りをしてると、こうなって前半部分、ここまでのトーク部分はぜひ私のチャンネルでご覧ください。奈緒さんの、ね、チャンネルを見ていただけたら、はい、チャンネルでたっぷり、はい、話した後なんですけどね。次目線あっちらしい。目線あっち、次目線あっちらしい。すごいの、1、2、3、4、5、6、めちゃめちゃあるの。8台くらいカメラ、くらいカメラがあります。で、まあ、要は奈緒さんにしか引き出せない、俺ももしかしたら。そうだよ、あるはず。だからそれを引き出せるように私も頑張りますね、はい、いや、古原くんファンにはね、やっぱね、届けたいので私も頑張ります。そうですか、うん、だからちょっと、だから今まで、その、要は俺たちってさ、なんか実はさ、恋愛の話だったりとかさ、仕事の話とか結構するじゃん。するする。そういったところもちょっと外して。そうだね、うん、どこまでできんの。まあ、だからそれはほら、でも奈緒さん空気読むの上手いから。あ、まあね。あのね、私もこれ以上無理だよっていうの目で合図する時あるんですよ。ね、これじゃあ最初にもう出しちゃうわ。まず奈緒さんのダメだなライン、これね、俺分かるんですよ。ダメだライン。奈緒さんって基本アハハハハハつってずっと笑って何でも受け入れるタイプ。ちょっとバカみたいじゃん。そう、そう、こうやってほら、こうやって笑って、そう、奈緒さんは基本はあれなんだけど、うん、途中で目が、うん、ね、あの、形は変わってないんだけれども、目のもう奥が笑ってない時が分かるんですよ、僕は。
人よりもいち早く俺は察知できる。そうなんだ、うん、だから、ま、なおさんがあこれもうそろそろ嫌だなとかって例えば舞台の時にさみんな飲んだりとかしたじゃん、うんうんうん、そう結構みんなさやっぱなおさんと話したいからさ、うん、いろんなこと聞くじゃん、まあ、それこそさ昔のさなおさんのことも聞いたりとかした時に、はいはい、その時にあこれそろそろなおさん多分嫌だろうなって時に俺が飛び込むみたいなあでもそうだった気がした 今思い出した結構だからね俺ねなんかねすごいいいタイミングでねなんかね空気読んでくれるんですよ空気読むっていうか多分ね空気を読むというよりかは奈緒さんの私が変わったことに気づくんだそうやっぱ高校時代からのもあるしそうだね、まあ、あとは何よりお母さんだからっていうのが一番でかいお姉さんお姉さんですよ、はい、5歳しか違わないんだから、ね、5歳か、うん、そうやって考えたらすごいよね、うん、もうずっとお母さんしてくれてますからね本当にそうなんですかねずっとお母さんしてくれて相談に乗ったりとか、うん、そうそうそう逆に私からこうなんかあの私が辛かった時にたまたま電話くれてね心配の電話くれて、うんうんね、でなんかこうだったんだよねって報告したりとかそうあの時はでもね、うん、結構来てたんじゃない心来てたね去年か去年かこれ俺からはちょっと言えないんだけどなおさんが言ってもいいんだったら、うん、そうまあでもそうだね去年はバタバタしましたねそうだよね、うんまあ、なんでバタバタしたんですか、うん、と5年間ぐらいですかね、はいはい、結婚生活が続いたんですけどもね、はいはいはい、いろいろと、まあ、あったんで、ね、終わって、はい、一区切りしてみたいな、はい、そうまあ奈緒さんの、ね、恋愛遍歴も僕ちょっと奈緒さんからも聞いたりとか、ね、言ってるねそうそうしてるからそうだねそうでもさ俺のイメージのさ恋愛の時の奈緒さんと、うん、こう見えてる奈緒さんってさ全然違うよね絶対ねそう絶対違うと思う私の恋愛の時ってどうなったのいやなんかねじゃあいやどうなったかって言えないどうなってんの違うどうなってんのかなあどうなってんのかなその時の奈緒さんはあのねこの時の要は、まあ、仕事というか、はいはいはい、でもね仕事の時の奈緒さんと、うん、俺とこうやって会ってる時の奈緒さんって、うん、要は話深い話ができるかできないかくらいだから実はそんなに変わんないの多分 ね家の中にいる時と外にいる時で多分変えてるんだと俺は思う変わってると思うだよね多分そう多分それがだから違うからもう外に出た瞬間に及川奈緒のアーマーをもうね被ってるえバレてんの分かってる分かるそれは分かりますようわうやだ恥ずかしいそう恥ずかしい恥ずかしい全部私今こう接してるのが全部作られた私だって思って喋ってるでしょいやいや違う違う違うだけどだ俺は時々その殻を破るんですよいやそうからあそうでも確かにねもうでも癖になってんだよ、うん、あのもう昔からもっともっと鎧分厚かったんだよ、うん、及川奈緒っていう鎧が、うんうんでそれがだん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 やっぱ薄くなっていってケガレシアのタイミングは大きかったんだけどそれ結構明るくなって、うん、ケガレシアやる前に病んでましたもんね病んでました病んでたか分かんない、まあ、でも確かにキャラ違ったと思う、ね、そうだよね、うん、確かにちょっと尖ってる感がね尖ってた、ね、だからやっぱ私恋愛とつながるかもだけど付き合う人によって変わるのあるかもしれないいや絶対あると思う付き合う人によっていや変わるのもそうだし、うん、あと奈緒さんってさあの我慢の体勢めちゃめちゃあるじゃんそうなんだよこの我慢の体勢がもうありすぎて奈緒さんも途中からもうよく分かんなくなっちゃうと思うんだよね心がぐちゃぐちゃになってなんで分かんのいや分かるよ奈緒さんすごいねすごいですねなんか本当にごめんねなんか今までありがとうだからだからなんだけど助かってる私多分すごくだから外にはねめちゃめちゃ大丈夫ですよアピールするんですよ奈緒さんそうだねすごくだからまあちょっとそういうのもねあのいろいろあったんですよ、ね、だけどあったんですけどもうだいぶもう全部なんかクリアになったというかう、ね、もう今全然結構ナチュラルにそうだ、ねはい、楽しんでますよ人生を、はい、皆さん、はい、お気づきでしょうか今のがダメなラインですあの、ね、自分からダメになった時は自分からちゃんと言ってくれこうやってそうというそうなんですだからあの時は、ね、こういう感じでありましたねって言った時は、ね、もうここまでですよっていうのが奈緒さんですこれ怖いよ分析そうこれがだから及川奈緒と会話する機会がもしあった時は奈緒さんと話をしてて奈緒さんからこうやって上にかぶせてきた時はもうそれ以上は言うなよっていうそれサインですね、なんでそんなに分かるんですか分かるよ怖いよそうだと俺はそういやでもいやこういうのってさ喋ったことないじゃん今までない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 よね、うん、及川奈緒の LINE は多分みんな分かんないと思うそうか多分ね俺の予想言っていいですか奈緒さんって優しいからみんながどん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 でこうやって来ちゃうで奈緒さんもそれに対してああそうなんですこれなんか本当ありがとうございます本当いつもありがとうございますこれが及川奈緒なんですよでも奈緒さんも人だから途中からきつくなってくるもちろんだけど
外では限界を超えちゃうんですよ。だからそこで。だからかなんか帯状疱疹とか なったりとか、なんか急に なることが多いので、ね、急に体壊すことが多くて、なんかそういうのって多分帯状疱疹とかストレスって言うじゃないですか。あ、そういうことなんだろうね。我慢してんだろうね。だから俺一番ね、なんか心配なのは、なおさんがなんかここら辺にでっかい10円ハゲとかないからとか、なんかすごい心配になることがある。あったら教えてね。あったら言う。ない、今のところない。今のところない。うん、大丈夫。だからなんかそういった、いやでもそうかもね、そうかもしれない。いやいや、いいんですよ、私の話そんなに大していいんですよ。あ、じゃあ逆に、なおさんがなんか思う、他、俺が例えばじゃあさ、結構みんなは俺がなんかこういう感じそのままだなっていうふうに思ってるの、絶対に。あ、そうかな。そうだけど、なおさんが知るじゃあ俺とかってなんか逆にありますか？でも今みたいなことで、あの、すごいびっくりするよね。やっぱふとした時にそうやってさ、すごい人のことをちゃんと見てるんだなっていうのが分かるし、あのね、なんかすごい、そう、さっきデジャブみたいで、私なんかよくわかるねって言った時に、うん、思い出した。これ舞台の稽古中もこの話してて、実は。え、そうだっけ。うん、なんか、うん、私がなんかすごい、なんか私のことをちゃんと分かってくれて、空気読めるねって言ったんですよ。そうだったっけ。なんかね、空気読めるねって言ったら、うん、同じこと返ってきたの思い出した。そう、空気を読めるんじゃなくて、奈緒さんのそういう反応が分かるんだよって。だから、あの、いろいろね、古原くん育ってきた環境とかもあるじゃん。まあまあまあ、でいろんな世界を見てさ、はい、大人のさ、いろんな顔も見てきてるわけじゃん。あ、まあ、そうですね。だ、そういうところなのかなと思って。いや、ね、それはね、でもね、本当に繊細な部分がすごくあるからこそ、こうやって明るくいられるっていうのはあると思う。あるかもしれないし、そう、まあ、これ今、まあ、だから、まあ、言える部分もあるんだけど、これ奈緒さんのことをお母さんって言ったりとかするじゃないですか。そう、でもそれは奈緒さんだから言えるのはちょっとあるんですよ。なんでかっていうと、奈緒さんってそういう風に言ったら、それを受け入れて、なんかそうやってなんかやってくれようとするというか、なんか乗ってくれる部分があるんですよね。姉だよとか言いながらも、でもそういう風にやってくれる優しい部分があって、で、俺のいけないところでもあるんだけど、うん、俺はなんかそこにめちゃめちゃ甘えちゃうんですよ。なんか全然いいよ。なおさんが、うん、もうそうやってやってくれるんだろうなって俺は思ってるし、うん、そう、だからなんか、なんつったらいいんだろうな。え、でも別に大したこと何もしてないよ。いやいや、してるのよ。俺が、してる、マジ聞いて、してる。本当に、もうすごいよ。俺の代わりに謝ってくれたこと多分いっぱいあると思う、本当に。いっぱいある。もう舞台の時なんて結構謝ってくれたと思う。いやいや、そんなことないよ。そう、うん、他の人とのなんかね、つなぎをすごく大切にしてくれるんですよ。古原くんだからでしょ、それは。いやいや、ね、違う違う。この人ずるいよね。みんなから好かれますよ。やっぱりどこの現場行っても、なんか、あー、古原くんねってみんな笑顔になるのね。それ諦める人って。いや、違う、疲れてるの。、まあ、しょうがない、もうこいつだからしょうがない。いやいや、ゴーンジャーっていうの出てたんですよって言ってさ、いろんな業界の人とかも話したりとかしてさ、あー、見てたよ、ゴーンジャーね、あのレートの子なんだっけ、古原くんですから、あー、そうさ、あの子ねとか笑顔になるの、みんな。それは多分ね、5年くらい経って笑い話になってるやつがあって、多分その時は結構、例えばね、じゃあみんながさ、そうやってさ、好いてくれてるっていうふうに言うじゃないですか。でも中には俺のことをめちゃめちゃ嫌いな人も絶対いるわけ。いるの。聞いたことないけどね。違う違う、これ嘘、これ嘘よ。で、それいう、例えば、嘘じゃないよ。例えば、そういう人がいたとしたときに、ね、そういう人に対して、でも古原君は実はっていうのを裏でやるのが及川奈緒なんですよ。いや、 それは違いますよ。そう、本当にそう、本当に言われたことない。で、裏っていうか、あの例えば、うん、それは裏っていうよりかは、例えばその時僕がいなかった時に、僕の話をした時に、うん、奈緒さんはそういうことをしてるのを俺は聞いてるから、だからそういうこと。そんなどこ、どう全部入ってくるの？入ってくるの、情報が入ってくる。いや、そうじゃなくて、でもね、やっぱ古原君の話題になると明るくなるよ。それは間違いないし。いや、もう嬉しいです。で、なんかこんなに、なん21歳でしょ、当時。そうじゃん、でね、21年14年経った、うんうん、14年経ってさ、こんなにさ、ナチュラルにさ、なんか、なんだろう、いろんな大人たち見てきてるはずなのに、汚れないんだなっていう。変わらないよ、うん、ずっとこう、あの時の汚れしやの逆、そう、汚れない、汚れないの。なんでこんなにナチュラルにいられるのかなってね。で、ちゃんと謙虚さだったり感謝とか、そういうのをもう当たり前に素直にできる人なんですよ。いや、でもね、なんか計算じゃないの、なんか全部
計算しかできないんだと思うバカじゃんそれ、バカじゃん、いや褒め言葉だよ、褒め言葉でそれはずる賢く普通な、まあ、普通はさ、こうやった方が大人たちに好かれるしとかさ、計算高くなるもんじゃない、なっていいんだよ、この世界って。なおさん、そういう人に対してはそういう対応しますもんね、そうだ ね、そういう人だなって分かる、あ、もうこういう人だなって来た瞬間にね、なおさんはね、うん、その対応にスイッチがついてそうだ ね、はいはいはい、そう、はい、そのタイプですね、みたいなね、なるんだけど、もう古原くんは何年ぶりに会っても変わんないから変わんないかもしれない、だからこのね、10 years っていうその10周年で久しぶりにまあみんなでその役に戻った時に、古原くんがこうだからみんな戻れたって大きいと思う、そうなの、うん、いや、みんなも変わってなくないですか、いや、そうなんだけど、うん、やっぱレッドで中心にいる人物がまんまなの、当時のまんま、まあ確かに僕はみんなを引っ張っていくタイプではないですよ、みんなに支えられるタイプのレッドなんでそこは、それは本当にそう、でも、うん、でもね、ちゃんと引っ張ってると思うよ、そう言いながらね、なんだかんだみんなからこういじられながらも、やっぱみんな古原くんがレッドでよかったって思ってると思うし、皆さん、これです、うん、わかります、こうやってサポートしてくれるのが及川尚なんですよ、マジで、もうこれをいろんな人にやるんですよプロデューサーとか、ね、それこそ演出家とか、いやいや、私、古原君はこうなんですよってやるのが、で今分かったでしょ、流れてたらそのままなんですよ、違う違う違う、これを回ってない時にもやるんですよ、これ、本当にこういうとこうまいなうまいなって、ね、でもやっぱさ、変わってないとは言いながらもさ、本当にいい風に成長してるんだね、いや本当に、ね、やめて泣きそうよそれ本当によかった、よかった、お母さんだよなんかだから本当にちゃんとあのいい方々に支えられてここまで来たんだなって思ってます、いやいや勝手に、もう本当にもう勝手にありがとうございます、もうお母さんじゃん、ね、お母さんでしょ本当にもうそう よちゃんとアイロンのシーン使うから、ね、あれさっきのはい、というわけなんで、大丈夫、コラボ動画何する、コラボ動画、そう、コラボ動画、そう、何しようかなっていうところなんだけど、お互いのね、あの、そう、そうそうそう、印象とか話せました、まあ、だから、まあ、こういう風な感じをね、うんうん、ちょっと待ってしながら、うん、多分及川尚さんの多分魅力がね、多分ね、めっちゃみんなわかると思うから、うん、こうやって多分やりながら、多分いろんな垣間見える、うん、あのね、尚さんって普段作ってる部分あるから、うん、それで急にふとした時に及川尚じゃなくて本名の、うん、また別のが出てくるから、うん、それをちょっと楽しみにしてください。